大和宏は中国河南省洛陽市生まれ男性アイドルグループユニークのメンバーでメインダンサーリードラッパー担当2014年9月15日に男性アイドルグループユニークのメンバーとしてデビュー後2019年放送のドラマ陳情霊にて主演の一人を務めたことでブレイク俳優歌手ダンサー司会者オートバイレーサー主な愛称は白ボタン 王天天、王和鷹など。1997年8月5日、中国河南省落葉市にて誕生。2011年13歳の時に参加した、全国 IBD 長とがりがい毎大祭のヒップホップ部門で、全国16強に入賞し、UFA エンターテイメントにスカウトされたことから、同事務所の練習生になる。2014年9月15日、 中間合同男性アイドルグループユニークのメンバーとしてデビュー。グループ内でのポジションはメインダンサーリードラッパーであったが2016年に中国で限り関連によりグループの活動が困難になり中国でのソロ活動に専念することとなった。二千十六年四月十九日には中国のバラエティ番組天天のレギュラー MC 天天兄弟のメンバーとなり 2021年1月現在も MC として出演中。2018年には、ノーオーディション番組、創造101にダンスメンターとして出演した。大和弘が主演の一人を務め、2019年6月27日より、にて放送されたフルソードラマ、陳情令が美白状で、史上最もファン数の多いドラマの公式アカウントになる、1日の最高再生回数が2億回を超える。 全体の再生回数が52億回を超えるなど、大ヒットを果たした。これにより、大和弘自身もブレークを果たし、同年9月には、佐藤族 g 級メンオブザイヤー年度トパエミンを受賞、12月には、2 0 1 9 t m オン、聖天国区音年度金、曲、2019年星光大正年度人気、演員を受賞するなどした。 同年12月30日にソロ曲、武漢をリリース、もう安、運を途上において最も早く1000万枚の売り上げを記録したシングル曲となった。家族構成は父、母、自身。応援カラーは緑。バイク以外にも、スケートボードなどを趣味として挙げている。無口でクールな性格から、国外として知られており、バラエティ番組。 点々工場で同じく MC を務める中国の歌手、オーバリー・サムは彼をモデルに同名の曲、国外を発表している。怖いものは暗いところと虫。詳細はユニークを参照。ありがとうございます。